ダジャレボス以外はボスと認めてないけんね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。それじゃあちょっととりあえずルーラでセンタービル地下2階、ほい、行きます。シュンと、ほい、到着。そしてアロマね。モンスター格闘場にようこそ。歓迎するわ、アイナ。さあ、今日はどうするの？冷やかしに来たわけじゃないんでしょ？ほいほい。イベントバトルをする。このイベントバトルが、とりあえず5回目？ 5 回目で一周するらしいので、まぁ、ちょっとイベントバトルをやっていきたいかなと。ふふん、いい返事じゃない。それじゃあそこでちょっと待ってなさい。多分ね、今回のイベントバトルで、4回目なんよね。さて皆さんお待ちかね、格闘場名物イベントバトルの始まりよ。まずは皆さんご存知、我らがヒーロー、モンスターマスター、アユナ。はい、イエーイ、パチ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 。そして対するは、誰だ？レジスタンス最強のモンスターマスターにして、故郷の星のモンスターバトルグランプリ王者。レジスタンス？誰？お。アンセスだー。へへ、驚いたか。と言っても俺は本物じゃない。同じ顔が2人やよ。テレジャーの持っていたデータから全盛期の姿を再現されたホログラムさ。全盛期の姿？だが力は本物と変わりないぞ。さあ、かかってこい、アイナ。それではイベントバトル第4戦。レディーゴー。てかやばくね。なんかいいね。某ショックの。レディーゴー、ゴーって感じがすごい出とったよ。よし、頑張れ。今回私の方はね、ちょっと2体しかいないけれども、頑張って行ってくれると、相手4体おるもんね。しかもさ、今まで出てきたボスたちよ。この状況ってさ、あれかな、大空ライドを初めて使った時に、まあ今までのボスたちが、めっちゃ巨大なね、が現れて、どんどん戦いよったけど、あの時みたいな感じ。あの時もめっちゃ強かったけんね。ん？あ、でもちょっと待って。違うわ。あの時1体ずつやったけど、今は4体全員揃っとるってことで、あの時以上の状態ってことや。え、待って、強さは？あの時結構体力とか多かったと思うんやけど、それが4体まとめて出てきて、あれと同じ強さとか体力とかやとしたら、やばくない？完璧にね、だってこの4匹が一斉にとか。てかね、今までのボスたちを全員手なずけとるとか、アンセス怖っ。まあまあまあ別にね、配合とかで作れるんやけどね。それにまあこっちも体力的には余裕はあるけんね。あ、ちょっと待って。指導回復してくれるかな？体力的に余裕あるとか言いながら、ちょっと片方死にそうなんですけど。まあ、死にそうではないけど。しかも回復一応してくれたけどめっちゃ弱いんだけど。お！一匹やっつけた。おって言ってもまだ一体なんやけどね。あれは誰やっけ？イッタブルか。てか一応こん中はあれやね、ダジャレボスばっかりなんや。なんか途中からさ、ダジャレボスじゃないやつとか出てきよったやんか。デスバーンとか。私的には、ダジャレボス以外はボスと認めてないけんね。だって仲間外れやん。別に仲間外れじゃないかもしれんけどさ。でもほら、これまでずっとダジャレボスでやってきたんやけんさ、もっとほら、ダジャレをバンバン考えついて、ボスにふさわしい名前を与えてくれんと。ね。っていう、スタッフさんへのお願い。お、うっしゃ、いった。なんかくだらん話をしよるうちに、結構余裕やったね。お、大きさのさ、半端ないんですけども。勝負あり、勝者は、私だ。あゆな、皆さん彼に惜しみない拍手を。パチ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 。まあ皆さんとは一体どこから湧いてくるのかはわからないけれども。てかこれドアップになってさ、見た目だけならどっちかわからんことない。
兄貴である俺を超えたか。悔しくもあるが、喜ぶべきことだな。最強のモンスターマスターと呼ばれるのは、これからはお前こそがふさわしい。やったね。こいつはテレチャーが用意してご褒美だ。取っておけ、アイナ。認められたよ。なになに？アイナはアンセスから霜降り肉を5個もらった。霜降り肉かい。まあまあまあ。てかさ、こういう映像から物を受け取れるのね。今日はなかなか楽しいバトルだった。またいつか勝負しようぜ。約束だ。え、あれよね。アイナはさ、アンセスの体を使いやるけど、あれはちゃんと肉体があるんよね。データじゃなくて。やるわね、アイナ。見応えのある勝負だったわ。さっきのアンセスは、まあ、ずらーっといっぱい秘密基地に並んどったアンセスとは違って、ただのデータ、なんか。剣道を叩いてご褒美をプレゼントするわ。ブロンズコインを3枚とシルバーコインを2枚、そしてゴールドコイン1枚をもらった。次のイベントバトルに参加できるのは明日の午前0時を過ぎてからになるわ。それじゃあお疲れ様。次に戦いまでしっかり休みなさい。ラジャー。ほい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクが貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ということで4回戦終わって、次で最後、5回戦目。さあ、誰が出てくるんやろうね。